こんにちは、ブルーホースです。今日、バイオハザードビレッジをやりながら、人生相談に乗っていく回やってまいりたいと思います。ということで、早速、4人目の貴族、ハイゼンベルを倒しながら、Time to fight fire with fire。ということで、1つ目のご質問なんですが、ちょっと待ってくださいね。移動シーンに行ったら、やりたいと思いますので、I'm coming, Rose. はい、よし、行こう。ということでやっていきましょう。はい、1つ目のご質問ですが、現在転職を考えているんですが、コロナのこともあって給食も厳しそうですし、今の職場で働き続けるのもいいのかもとも思ってます。どちらにするか踏ん切りつくアドバイスいただけると嬉しいですということですね。はい、まずこれに関してはどうだろうな、現在の職場環境がどうなのかっていうのを、まあ、基準に判断をしてもらえたらいいかなっていうふうに思います。で、よくその転職する理由っていうのが、まあ、第1位っていうのが人間関係なんですね。つまり人間関係が悪いから、職場に行くと、クソみたいな上司だったりとか、どうとか、まあ、それから、それからまあまあ、部下が全然言うことを聞いてくれないとか、まあまあ、部下が言うことを聞いてくれないとかだったら、それはもうあなたの。あなたのまあ採用したいところがあるので、そこはマネージャーしたらいいというふうに思うんですけど。で、まあ、一番はまあ人間関係が大事になってくるので、で、なんだろうな、人間関係がもしそういうように、まあ、悪い状況であるんだとすれば、そこはまあすぐに変えた方がいいというふうには思いますね。で、まあ、その、あなたがなんで、なるほど、このご質問者さんが、どうしてまあ転職したいのかっていうところなんですけど、それが、例えばその、なんだろう、なんだったっけ、ああ、そうか、例えばスキルアップしたいとかね、さらに給料を上げたいとかっていうような、その前向きな部分であるんだとすれば、まあいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、単に、なんだろうな、自分のやりたいことができないとか、それからまあまあ、あと何だったっけな、そうそうそう、なんか成長が見込めないっていうようなことをね、言ってるんだとしたら、それって単なる思い込みだっていう可能性も結構高かったりするんですよ。で、例えばですね、僕が知ってる、話で言うと、エステティシャンの女性の話なんですけど、そのエステティシャンの女性の方がね、最初入社するときとなんか話が違うと思う。入社してその自分が40歳とかになったときに、なんかもうクビにされると、何て言ったらいいかね、普通定年退職って60歳とか65歳が規定であるじゃないですか。ところがその人はなんか4そのエステは40歳になったらこれは自動でクビにされちゃうんだみたいなことを言って、そんなクソみたいなブラック企業もそっそやめてやるみたいなことを言ってた人がいたんですけど、でも実際は40歳までに主任職以上になれてなかったら、まあ、月の職場に進むことをみたいな、そういう話をしてたのを、なんか自分の方で自分のその40歳になった時点でなんか勝手に辞めさせられるみたいなことを言ってた人がいるんですけど、それって自己都合だったりするんですよね。だから学ぶものがないとか、会社の制度が悪いとかっていうのは、案外自分のそのちゃんと会社の規定とかを調べないで思い込みでやってる可能性っていうのがあるので、そういうなんか自分都合で話を進めてないかっていう、こういうところをまあ注意してみてもらうというのがあるんですね。で、さっきも一番最初に言ったように、人間関係がまあクソで、そのまあ上司とか、まあ、それから同僚がもう嫌なやつばっかりでっていうようなパターンだったとしたら、早々にね、辞めてしまった方がいいというふうには思うんですけど、まあ、そうでないんだったら、まあ、もう少しね、頑張ってとか、それから、せっかく会社で、いろいろね、お給料をくれながら、スキルアップのチャンスも与えれば、知識を身につけるチャンスもあれば、それから、お客さんとね、関係性を高める、コミュニケーションスキルとかを高める、そういうチャンスとかっていうのもいろいろ与えてくれるわけなんですよ。そういったいろんなチャンスを、しかもお金を払わずに、逆にお金をもらいながらプレーするっていうような環境を与えてくれるので、それを利用しないっていうのはなかなかないんですよね。で、果たしてその転職したいっていう理由が、あなたのそのマイナスから来ている理由だとしたら、そのマイナスの理由が本当にあなたにとって不都合なものなのかどうかっていうのを考えてみると。で、一番その、やっぱり何回も言うように、人
間関係が、まあ、クソみたいな職場が離職する一番の大きな理由になってくるわけなので、そうでない限りだったとしたら早々に、まあ、転職を考えるっていうのは、まあ、ちょっと早急じゃないかなっていうふうには思うんですね。単に仕事が嫌っていうことだけであったとしたら今の職場に残った方がいいと僕は思います。ただ上司が好きになれば、例えば理不尽な仕事を受けられるとか役割が曖昧なものを仕事ばっかりやって、なんか最終的に自分に責任を押し付けてくるとか、同僚が全然仕事しなくてその責任が自分の方に降りかかってくるとか、あとは例えば、まあ、そのなんか企画書とかばっかり作らされるような時間で本業に全然仕事を当てることができないとかね、そういうなんかもう自分がまともに仕事をするような環境すらも与えられないし、人間関係もクソみたいな場所だったらさぞと離れた方がいいかもしれないですけど、単に自分のスキル不足だったりとか認識違いとか思い込みっていう部分で仕事ができないということであれば、それはあなた自身の問題になってくるので、自分で何とかできますから。で、大概仕事を辞める理由の中で自分の能力が足りないとか、なんかマイナスの意味気がしたいっていうような場合ですよねって言って、結構自分に矢印を向けられてないパターンの人が多かったりするんですよ。で、何でも仕事とかスポーツとか勉強とかってできるようになったら楽しくなってくるんですよね。例えば、皆さんがその小学校とか中学校とか高校とかで勉強したときに数学が嫌いでした、でも国語は好きでしたってなったときに、国語の点数と数学の点数を見比べたときに、数学は30点とか40点しか取れないけど、とか多分80点とか90点とかって点数の差っていうのが出てきたと思うんですよ。多分得意不得意とかっていう差もあるかもしれないんですけど、でも得意な科目の方が好きだったし、苦手な科目は嫌いだったしっていうのがあると思うんですよね。だから仕事が嫌いですと今の仕事やりたくないですっていうのは、果たしてその裏側に人間関係がに不都合不具合があるから嫌いだパターンなのか、それとも単にあなたのスキル不足で仕事が嫌いなのか、どっちなのかっていうところがあるんですよね。で、そのスキル不足で仕事が嫌いだっていうのであれば、スキルを磨くっていうことをしっかりとやっていって、できるようになっていけば、だんだんその仕事が好きになっていくというふうになるんですよね。もうちょっとこの仕事を続けてみようかなっていうマインドに変わってくると思いますから、まあ、そういう意味では、もうちょっとその今の職場に残って努力のしがいっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。僕もその新卒に入った当初、新卒に入った当初はですね、営業職に回されたんですけど、もう営業っていう仕事ってなんかこう人にコピーで頭下げて、買うか買わないかもわからないものをひたすらなんか売りつけていくみたいな、ちょっとどちらかというとマイナスのイメージを持ってたんですけど、実際1年目はもう嫌で嫌で仕方なかったんですけど、やっぱ2年目3年目ってね、営業をずっとやっていくと、まあ、お客さんが喜んで買ってくれるし、で買った後についても、あの時にブルーホース君に勧めてもらってよかったよみたいな話とかが来ると、やっぱ営業やっててよかったなって思うんですね。私は営業嫌いっていうか、もうなんかマイナスのイメージしかなかったものを、お客さんが買ってくれるっていう体験だったりとか、喜んでくれたっていうような報告を受けたりとかすると、やっぱりやっててよかったななんていうふうに思うんですよね。だからそういうところだと思うんですよ。まあ、特にその人間関係云々とかっていう話は今は除いてるんですけど、だから今の職場で学ぶこととか、今の職場でスキルアップするチャンスとかっていうのが眠っているのであれば、今の職場で働き続ける方がいいと思いますし、人間関係が何度も言うようにクソだと、もう上司が嫌で嫌で仕方ないとか、もう同僚が嫌で嫌で仕方ないというような場合だったら、まあ、仕事は変わってもいいかもしれないなと思いますね。でもう一つ追加で、こういう場合だったらさらに転職した方がいいんじゃないかっていうのを話すると、人間関係はいいんですよ。でも人間関係はいいんだけど、肝心なところで仕事において重要な情報をちゃんと共有できないような組織だったとしたら、クレーム対応とかが起こった時とかに関して、一切 の責任の所在がわからないで、気づいたらあなたが振り回されているっていう、そういった危険性があったりするので、そういう場合はチームとして機能してないから、さっさと離職した方がいいかな、転職した方がいいかなっていうふうに思います。例えば会社で何かミスが起きましたと、
ってミスが起こった時に上の人に報告をしたりとかチーム内で共有をしたりとかってそういうのをしないで隠蔽するような感じで、うん、だから肝心なところで仲間になりきれてないような職場っていうのは結構やばいと思いますので、そういう場合だったらさっさと転職をする方が基地なんじゃないかなっていうふうに思いますね。普段仲が良くても肝心の仕事の部分で結束ができないような職場は結構やばいんで、上辺面だけの関係性になってしまってる可能性が非常に高いので、そういうところがあればさっさとやめた方がいいかなっていうふうには思いますね。はい、だから改めて言うと、人間関係がやばい職場はやめた方がいいです。で、仕事ができないとか嫌いだっていう場合は続けた方がいいです。なぜかというと、できるようになったら仕事が楽しくて、あの時もっと続けてればよかったなっていうふうに後悔する可能性が高いからですね。というところで、今の転職をすべきかどうか、今の職場のあるべきかどうかというところで答えさせていただきました。ということで、クイズ編が開始しましたので、ちょうど区切りがいいところで、ということでね、次の質問なんですが、これね、6月の半ばくらいにもらった質問だったんですけど、ごめんなさい、7月の半ばで1ヶ月くらいほったらかしにしてしまってて申し訳ないんですが、読んでいきますね。夏本番に向けてダイエットを始めようと思っています。今からやるにはいいダイエットがありますかというのですが、まず運動面の話でいくと、下半身を中心に鍛えるような運動っていうの、まあごめんなさい下半身を中心に鍛えるような運動っていうのをした方がいいと思います。というのも、足の筋肉っていうのが、まあ人間の筋肉の中の 60% 以上、まあ、60% から 70% くらいを占めているので、まあ、上半身だけを鍛えても確かにお腹とかね鍛えれば割とその見た目は良くなってくるかもしれないんですけど、新陳代謝を上げるっていう意味ではご飯とかねいっぱい食べても消費カロリーを維持しながらちゃんと体型を保ってくれるっていう部分でいけば間違いなく下半身を鍛えた方がいいというところですね。Everyone watch for hostile bio. で、Weapons. Roger. Made contact with a group of hostile bio weapons. There's more than we can hold. 下半身を鍛えた方がいいというところですね。だからスクワットとか、あとはその全身の激しめの運動 HIIT みたいなことをやるのがいいと思います。で、その場合はどんな運動をしたらいいかというと、バーピーとかですね、腕立て伏せの格好からスクワットをやってっていうのを繰り返す、そういう激しいやつをやるっていうのがまあ重要だったりしますね。僕なんかも今ほぼ毎日バーピーとか、まあ、それから腕立て伏せとか、腹筋スクワットっていうのをやってますね。で、大体これ15分からまあ30分くらいでできるものなので、まあ、お風呂入るちょっと前とかにさっとやってしまったらまあ上手にすぐ済むっていう話なので、まあ、そのあたりをね、やってもいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。で、あとは食事の面でいうと、食事を例えばね、気にしないでやりたいっていうことであれば、とりあえずなんですけど、1ヶ月間とか1ヶ月半くらいの期間はもうただただ水だけを飲むっていうのをやってみてください。そうするとせっかく下半身とか鍛えてるのにプロテインとか飲まないんですかっていうふうに聞かれることがあるんですけど、とりあえず水だけをやってください。そうすると皮下脂肪とかが減っていくようになるので、まあ、うっすらね筋肉の筋とかがお腹周りとかね見えてくるようになったりはします。なのでとりあえず水だけを、まあ、飲むっていうのを、まあ、繰り返しねやってみるっていうのを、意識していただけたらと思いますね。で、どのくらい飲むかっていうのをびっくりしたのでこういうふうに考えていきますかな。パンチ、まあ、どのくらいの目安かっていうと、まあ、大体1日2リットルから3リットルくらいっていうのが、まあ、目安になりますね。で、体重がまあ80キロ以上ある方とかに関しては、まあ、これ厳密に言うと体重かける35ミリリットルっていうところがなんか目安になってくるらしいんですけど、まあまあそういうところで細かく気にしだしたらいろいろと大変なことになるんで、まあ、ちょっとざっくりで申し訳ないんですけど、まあ、大体、まあ、2リットルから3リットルくらいのを飲むといいかなというところですね。それがまあ1日の目安というところです。で、まあ2リットル
とか3リットルくらいの水だったら、まあ、せいぜいね、あの、せいぜい、1本100円くらいの水でなんとかなりますから、まあ、1日100円くらいのね、お金だったら誰でもかけられると思いますので、まあ、そういうところね、水をまず飲んで、であと飲み方が注意なんですけど、一気に飲んでしまうと、その2リットルの水とかを一瞬で飲んでしまうと、今度はそのナトリウム不足になってしまって、熱中症とかになりやすくなるので、これからの季節そこら辺は注意した方がいいと思いますので、1杯分くらい、一口分くらいずつをちょっとずつ飲むっていうのが基地なんですけど、どうしてもね、喉が渇いていっぱい飲みたいっていう人に関しては、1杯の水を、まとめて飲むっていうのが、いいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。水の飲み方っていうところはそんなところですね。で、あとはですね、食事に関しては、食事に関しては、なんて言ったらいいんだろうな、いろいろとその、Reloading now. Just a minute. あ、そういうことか。しまったしまった。貯めれるもんだと思ってたら、やっぱ全然向きが違うとダメなんだね。失礼する。あとその食事に関してで言うと、腸内細菌とかっていうのを整えていくっていうことであれば、納豆とかキムチみたいな発酵食品を、できる限り毎日食べるっていうのがおすすめです。食べ過ぎるとアウトなので、納豆とかであれば1日1パックとかっていうのを食べるのが、基地っていうところで、あと、白米みたいな炭水化物しっかりと取ってください。よくあるのが糖質制限ダイエットっていうのが、なんか何でしょうね、日本人とかだとすごいなんか崇拝されているっぽいんですけど、実際は糖質制限をしてしまうと長い目で見たらリバウンドしやすくなりますし、それから新陳代謝が結構下がっていってしまいますので、それはおすすめができないですね。新陳代謝下がっていくのに、だからカロリーを例えば2000キロカロリーを摂取したときに、長い目で見たときに摂取しきれなくなってしまって、なんかめっちゃ来てる、摂取しきれなくなってしまって痛いんですよ。どうしようかな、ちょっと抜ける、痛い。あ、ごめんなさいね、ちょっとゲームに夢中になってました。なので、炭水化物とかを取るにしても、何が大事かっていうと、さつまいもとかね、じゃがいもみたいな、でんぷん系の、食事を取るのが、基地かなっていうところですね。そう、でんぷん系、そこら辺の炭水化物系を取ると、非常にコスパがいいというか、良質な、タンパク質を取ることができるので、そのあたりの、タンパク質を中心に取ってもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。どうしよう、ちょごめんなさい、というところですね。あれ、ボタンを間違えました。というところですね。なんかごめんなさい、ちょっとここら辺ね、ゲームに夢中になっちゃってしまってて、全然質問にまともに回答できてなかった。ちょっと冷静になります。というところなんで、炭水化物をしっかりと取りましょうっていうところでいくと、じゃがいもとかさつまいも系の、炭水化物っていうのを取ってみられるっていうのが、非常に大事にはなってきます。無理な糖質制限ダイエットっていうのも完全に立っちゃうとかっていうことですけど、長い目で見たときに、健康を害する可能性っていうのが高いので、そこら辺はね、結構ポイントになってくると思います。それから、そう
できれば食事の全体の量の 70% を食しなさいというには書かれています。まあ、長期で、長期でね、1ヶ月くらいの単位で考えると、まあ、全体、1回あたりの食事の全体のパーセンテージの 25% くらいを炭水、タンパク質を取りましょうというところですね。でそれからもう一つは、炭水化物を取りましょうというところで、それから、それからね、30% から 35% くらい炭水化物を取った方がいいというところですね。で、あとは、あとはね、まあ、食事面で言ったらそんなところかな。もう一回言うと、炭水化物を、まあ、30% から 35% くらいの量を、まあ、1回あたりの食事で取ることを心がけるっていうことと、あともう一つは、まあ、炭水化物じゃない、タンパク質は 20% から 25% くらいというのが、まあ、心がけているところですね。で、あとね、夏までにっていうので、まあ、今、あと1ヶ月くらいなので、1ヶ月で正直できることっていうのは、毎日正直スクワット頑張りましょうとか、バーベキューやりましょうとか、それから、まあ、水を毎日1リットルから3リットル飲みましょうと。で、水2リットルとか3リットル飲めば、他の飲み物がいいのかっていう話なんですけど、そうではなくって、残念ながら、水以外の飲み物を飲んだら効果がないものを飲んだ方がいいです。なので、本当にその1ヶ月から1ヶ月半は、もう水だけ、本当水だけを飲むっていうことをまあ意識してください。それ以外のものを飲んでしまった時点で、今回のその1ヶ月間でのダイエット計画っていうのも、なきものになるというくらいな覚悟を飲んでもらえたらいいかなと思います。で、それから、あとは、まあ、1ヶ月間のダイエット、まあ、1ヶ月とか2ヶ月とかのダイエットっていう、その短期的なところでいけば、そういうね、無理にして体重を落とせばいいっていうところなんですけど、人間って、自分にとって心地いい 体型とか心地のいい体重っていうのがあるんですよ。例えば、まあ、僕173センチ68キロくらいなんですけど、まあ、これがもうずっとね大学生くらいからもキープされてるんですよ。もう、まあ、アラサーなんですけど、まあ、10年くらいこの身長この体重キープと、まあ、体重は身長はキープされるのは当然なんですけど、173-68kg っていうの、まあ、もうちょっとね筋肉量を増やして70キロくらいになってもいいかなっていうふうに思うんですけど、人間ってその適正な体重を維持しようとするセットポイントっていうのがあるんですよ。でこれを1ヶ月とかね3ヶ月みたいな短期間で一気に体重を落としてしまうと結局リバウンドするんですよ、うん、急なカロリー制限とかをしてしまったがゆえに体が慌てて自分に必要なポイントにどんどん戻そうみたいな、そういう働きが出てきてしまうわけですよ。でそういうのを考えるとダイエットってちょっと長期的な目線で考えてほしいっていうところがあって、まあ、とりあえず夏に間に合うようにその、まあ、3キロなり5キロなり体重を落とすっていうのはありだと思うんですけど、 Do not move until I give the order. 長い目で見たときに1年くらいかけてダイエットするものだと、1年くらいかけて5キロ落として体を慣らすっていうことを中心に、ね、考えてもらえたらなというふうに思います。だからとりあえず夏に間に合わせるためにやるべきことっていうのは水をひたすら飲むっていうことと、バーピーとかスクワットみたいに下半身を中心とした激しい運動をやってみるっていうことですね。でそれから、まあ、食事だったら、まあ、白米みたいな炭水化物ではなくって芋系の炭水化物を取るっていうのを中心にやってみるところで、あとは食事の全体の 70% をナスとかピーマンとか人参みたいな緑黄色野菜を取っていくっていうことがまあ大事になってくるかと思います、うん、でこういった生活を
ずーっと続けてもらいながら1年くらいかけて最終的に5キロを痩せていくっていうふうにしていかないと、今この1ヶ月で3キロとか 5キロっていう体重をガッと落としてしまうと、What's the situation up there? Set the point. Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait. You can't leave me here. You promised, damn it. You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here. Everything. And I didn't care.6月と7月くらいにかけて1年間かけてゆっくり体重を落としていくんですね。で、目安は自分の体重は、何グラムだったかな、まあ、まあまあまあ1ヶ月で、まあ、700-800グラムくらい落とすくらいのペースがいいっていうところですよね。700-800グラムはまあ言い過ぎか、700-800グラム落としちゃったら10キロくらい落ちちゃうから、まあ300-400グラムくらいっていうところですかね。まあ、500グラム仮に月で落とすとしたら1年間で6キロ落とすんで、まあ、ちょうどいいで、まあ、そのあたりをね、あの食事でやるのか運動でやるのかっていうところで、まあ、ちょっと調整をしてもらえたらいいかなという感じで、あともう一つ注意しなくちゃいけないのが、あのね、有酸素運動をやりすぎてしまうと逆に基礎代謝というか新陳代謝が下がってしまうらしいんですよ。で、筋肉量も落ちるらしいので、そこは注意してほしいっていうところですね。だから有酸素運動でなんか走れば体が細くなるとかって言われるんですけど、それっていうのは速筋って言って新陳代謝の入れ替わりが激しい、そのいわゆる力こぶとかね、そういったところの筋肉っていうのがなくなっていくものになりますんで、そういう意味でいくと遅筋っていうその持久力に関する筋肉を育て上げすぎるっていうのも、あの一つ問題だなっていうところなんで、走りすぎたりとか、それから自転車系のトレーニングですね、みたいような有酸素運動っていうのは、まあ30分くらいをまあ目安にやってみられるっていうことがいいんじゃないかなはい、ということでね、あの子供の笑い声が聞こえてきて、時間も30分くらい経ってきたっていうところなんですけど、ちょうどね、あの場面が切り替わってもう間もなくセーブができるポイントになるんですが、質問が今日は2つだけ答えようと思っていたんですけど、どうしようかな。セーブポイントまですごい中途半端なタイミングになってしまったんですよね、うん、もう一つ質問答えるか、あとね3つ質問がね溜まってるんですけど、多分次のパートで答えられるっていう感じなんですよね、うん、っていうところなので、これを一つ前に持ってくるべきか、ちょっと待ってくださいね、ちょっと考える、ちょっと考える、ちょっと考える、まあ次の質問くらいだったらいいかな。あの質問簡単なんでやっちゃいますね。子供に関する話なんですけど、ちょっと待ってくださいね。あれ、OK ですね。はい。子育てについて悩んでます。子供がどうしてもイヤイヤ期に入ってしまって、なかなか。言うことを聞いてくれないので、最終的には手を出してしまうこともありますが、こういったやり方は正しいのでしょうかっていうことなんですが、結論言うとやらない方がいいですけど、体罰でいい結果が出ているっていう研究結果って実はゼロっぽいんですよ。ゼロっぽいというかゼロなんらしいんですよね。つまり、体罰を子供に与えることによって、まあ、要は暴力を振るって子供に言うことを聞かせるというやり方をやってプラスになったっていう研究結果っていうのはゼロで、マイナスになったかもしくは全く効果がなかったっていう研究結果しか今のところデータとしてないんですよね。っていうことを考えると、子供に対して暴力を振るって言うことを聞かせるっていうのは、何も効果が得られないと。で、よくあるのがその子供なんかね、なんかどっかのボートの人とかが、子供の言うことを聞かせるためにはうんぬんかんぬんって、まあ、軍隊を育てたいのであれば OK なんですけど、日本って軍国主義でも何でもないし、別に軍隊育てるために子供を育ててるわけじゃないんで、まあ、言うこと聞かせて主従関係とかを叩き込んで、そういう、なんか奴隷として子供を扱いたいっていうふうに思うのであれば、暴力を振るって洗脳してもらったらいいと思うんですけど、そうじゃないですよね。子供に幸せになってほしいけど、まあ、時々その言うことを聞いてくれなくて、自分が、まあ、その親としてムカついてしまう瞬間があったりとかするんで、まあ、ついつい言うこと聞けなさいとかって平手打ちしたり頭こついたりとかっていうのがあると思うんですよ。ただそれはできるだけ控えて、まあ、親としてその
子供に言うことを聞いてほしいっていうのであれば、その子供にやっぱり寄り添ってあげるっていうことが大事だったと思って、親が我慢を覚えないとどうするんだっていう、まあ、ちょっときつめの話になっちゃうんですけど、親が我慢できないのに子供に言うことを聞かせて子供に我慢させられるかって言ったら、そんなわけないじゃないですか。親の背中を見て子供って育っていくっていうわけなので、親がそのムカついてしまって子供に手を挙げるっていう風なことをやってしまうと、いずれ子供が親に手を出すっていうケースはないかもしれないですけど、また同じようにその子が大人になった時にまた子供に同じように暴力を振るってしまいますと。で、あなたに孫が言うわけですよ。なんでお父さんとか、お母さんは僕のこと叩くの、私のこと叩くのって言ったら、いや実はおじいちゃんおばあちゃんにもそうやってやられてきたからだよっていうふうに矢印を受けられちゃったりとかする可能性が高くなるので、そこはやっぱりまずいですよね。それがなんかそのなんとか家の伝統なんだみたいな風になってしまったら、結局ね、子供がどんどん暴力性ばっかりを秘めた子供になっててしまうんですよね。でまたそのマイナスのデータの部分で話をすると、暴力を受けて育った子供の方が暴力性増したりとか、成績が悪くなったりとか、学校の成績が悪くなったりとか、それから将来犯罪を起こす可能性が高くなったりとかっていう風にマイナスの結果ばっかりが出てるんですよね。だから社会に出た時に、その万引きを平気でしたりとか、人に暴力を振るって、その少年院とか、あるいは大人だったら監獄に送られたりとかね、っていうような大人になってしまったりとか、それからテストの成績も、勉強をまともに取り組むような環境にならないので、そういう意味では勉強も全然しないで成績も悪いと。で、成績が悪くなればやっぱり学校でも居心地が悪くなるし、IQ とね、その人生の満足度っていうのもある程度比較しないと部分があったりするんで、そういう意味で考えると、人生全体の満足度も暴力を振るうことになって下げてしまいますよっていうことなんですね。格闘技なんかあれパフォーマンスだったりするんで、そういうのは別かもしれないですけど、ことはね、教育に関して財閥を使うっていうのは、一切メリットがないので、すぐやめた方がいいというふうに思います。How long have I been out? Not long till dawn.というとこですね。Duke, I need a favor. 言うて、ね、今はね、こんな風に偉そうに言ったりとかしましたけど、僕も今まだ娘が、5ヶ月とかなので、これからそのイヤイヤ期とかに入ってきた時に、僕なんかは、親父に殴られた、蹴られたっていう経験があるんですよ。一番強烈に覚えてるのは、あれ何歳だったか、3歳か4歳くらいの時に、親父がなんか電話をしたんですよ。電話をしてた時に、弟と2人か3人かで騒いでて、お前ちょっと来いって言って電話終わった後に呼ばれて、で、廊下に連れ出されて、お前人が電話してる時に騒ぐな、パーンで、ね、平手打ちされたっていう記憶がめちゃめちゃ強いですよね。あと、親父に蹴られたのが、とある集まりがあって、そこでそのバドミントンやってたんですよ。で、僕の一個上の、当時友達だったやつとダブルスを組んで、バドミントンをしてたんですね。で、そいつがなんか不意にね、おいって声かけてきたんですよ。声かけられたから、何って言って振り返ったら、たまたまそのラケットがそいつの顔にポンって命中しちゃったんですよ。そんな思いっきり振り返ったとかそんなんじゃなくって、ほんとたまたまレベルで当たったり。そしたら、大げさにそいつが、うわー痛いよーって泣くから、親父が、お前何やってんの、バーンって、僕のお腹を思いっきり蹴ってきたっていうのがあって、蹴られて、相当のダメージだったんで、ぐらいの時から血を吐いたっていう経験があったりとかしますけどね。だからそういう意味では、その当時だから親父とはね、大学生くらいになるまでなんか本当に主従関係みたいな僕は記憶だったりするんで、そういう意味ではそこを乗り越えたっていうのは僕にとっては大きい経験だと思いますし、結局子供が長い目で見た時に全然ね、いい思い出にならないというところもありますから、体罰は絶対やめてくださいというのが結論です。ということでね、ちょっと今回長くなってしまったんですけれども、本日の動画は以上とさせていただきます。では、次回ね、ラストパートになりますので、残り2つのご質問を答えて終了していきたいと思います。では、じゃあまた次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。